日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。は今日は夜のコーヒーについて。夜のコーヒー、はい、皆さんこんにちは。これこの音、これまたおならじゃないですからね。はい、僕のおならじゃないです。こう椅子の上に座っているんですけど、ね、椅子に座っているんですけど、僕のこのナイロンのショートパンツを履いてるんですよね。このナイロンのショートパンツのナイロンのショートパンツを履いて、このレザーの椅子に座るとですね、こう動くと音がしますね。だけどこれは僕のおならじゃないですからね。はい、今日のトピックは夜のコーヒーについてですね。僕はコーヒーが好きです。だけど最近は朝一杯、朝だけ、朝に一杯のコーヒー、一杯じゃないですからね。一杯と一杯ちょっと違いますね。一杯というのはたくさんの意味です。一杯のコーヒー、コーヒーをいっぱい飲みます。これはたくさん飲みます。コーヒーを一杯飲みます、ね、これは本当に一つだけ。難しいですね、日本語のイントネーション。コーヒーをいっぱい飲みます、コーヒーを一杯飲みます、ね、一杯、二杯、三杯、ね、うん、ビールをいっぱい飲みたい、ビールを一杯飲みたい、もちろん僕はいっぱい飲みたいですけど、まあまあまあ、まあ、コーヒーは一杯だけですけど、たまにですね、たまに、例えば今夜の時間にコーヒーを飲んでいる、ちょっと悪い、ちょっと悪いですね。でもなんとなくですね、今日はコーヒーを飲みたくなりました。うん、まあ夜といっても今はまあ7時、夜の7時ぐらいですから、そんなに遅くはない。だけどこの時間にコーヒーを飲むとですね、まあ美味しいんですね。美味しい、なんかこう晩ご飯ですね、晩ご飯、夕ご飯、夜ご飯を食べてちょっとコーヒーを飲む、そしてまたね、夜の、これからね、夜のレッスンが始まります。なんかね、またやる気が出てきますよね。ただ問題はですよ、問題があります。それはやっぱり夜ちょっと眠れなくなる、ね、普通ですね、普通はちょっと眠りが悪くなる。今日はね、僕は多分大丈夫と思います。今日はちょっと疲れてますから、多分夜は問題なく眠れると思うけど、皆さんどう思いますか？夜のコーヒーいいと思いますか？それとも悪いアイデアだと思いますか？多分あんまり良くないですね。はい、今日だけ特別に。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタルエゴ、またね、またね、またね。